日本政府観光局が発表した2月の訪日外国人数は1年前と比べておよそ9割増え278万8000人でした。新型コロナの感染拡大前を上回り、2月としては過去最高となりました。韓国や台湾、アメリカなどからの訪日客が引き続き堅調で、回復が遅れていた中国は1年前と比べると13倍近いおよそ46万人でした。